らないっす。知らない、言いたくない。魚辺にあらずと書いて、ミシ。男は友達を売ったりしない。翔吾先輩には分からない。飛田先輩とは違いすぎる。はい。シンクロ君に？扉は来てませんよ。扉は、あの子はここには戻ってきませんよ。あなた、扉のお友達？
あなたが立っているところ、そのドアの前に扉は置かれていました。3月なのに雪が降り始めた日でね。知らずにドアを開けた私がぶつけてしまってね。かわいそうなことをしました。だから名前は扉。彼にとってはひどい事実らしいけど、でもあなたの立っているところ、そこが確かに彼の始まりなんです。そのおかげで凍えずに済んだ。そのことを彼は分かっていない。大抵の子供は門の前に置いていかれるんです。きっと親御さんはその日の雲行きを案じていたんでしょうね。ちゃんと愛されてることを彼は分かっていない。扉は、彼はここには戻ってきませんよ。それでいいんです。
ったんですか。違ったんだね。タマのためだったんだ。本当？私も本当は一番それが大事なんだ。違うよ。これが一番ね。それは二番だった。そういうことだろ。お前らが言ってることを簡単にまとめてやると、その犬っころを殺して玉木も死ねってことだな。誰かのためとか何かのためとか違うだろうよ。そんなの生きる理由にならねえ。やめなよ、バカみたい。タマ、タマでしょ。タマのせいでしょ。みんながぐちゃぐちゃになっちゃったの、タマのせいでしょ。どうなの？
綺麗。欲しい？欲しいの？欲しいんだ。響ちゃんがくれるって言うなら。違うよ、タマ。タマの気持ちだよ。欲しいの？どうなの？欲しい。うん、わかった。ほら。あげる。たまにそれあげる。